我々のところでは燃料電池、特にですねイオンを伝導するような高分子の薄膜というものを作り上げると、それによって現在動いております燃料電池の性能だとか耐久性が著しく向上するような、そういった材料の開発を目指して研究をしております。研究テーマ自体が燃料電池ということで、その出口にすごく近いということもあって、私自身の研究室ではその産業界との共同研究をすごく多く実施しているということが特徴です。それですので学生さんが実際に共同研究先で今社会でどのようなことが問題になっているのか、あるいは自分が開発した材料とか技術が世の中でどういうふうに役に立つのかということをタイムリーに情報を仕入れることができるというのが大きな強みです。またすぐに横の研究室ですとか、あるいはその学内に産業界から来て赴任していただいている教員も数多くいるので、そういった意味からもすごく実学に近い研究を大学の研究室の中にいながら体験できるということが非常に大きな強みだというふうに思います。 PEP ではすごくいろんなプログラムが用意されてて、例えば材料系の学生が電力系の授業を受けられるとか、逆もあって、であるいはその集中講義でいろんな先生の講義を受けるということがあるので、すごく大変なんですけど、でも楽しんでほしいなと思います。同じ勉強するんだったら自分が楽しいものを用意してますので、それをできるだけ多く勉強してみて、そして普通のプログラムにはない内容をどんどん吸収していってほしいと思います。